音声と図解、ホームページ作成入門、高齢者、障害者の方が使いやすい HTML5 で学びます。2014年度公開講座、4月26日、5月10日、跡見学園女子大学文学部准教授の福田です。よろしくお願いいたします。ホームページを作る前に、パソコンと周辺機器の説明と、起動と終了を説明し、次に、フォルダを作る方法を、説明します。これから説明する声は、私こと、ソフトオクちゃんです。よろしくお願いします。パソコンと周辺機器、パソコン本体に加え、入力装置には、キーボード、マウス、マイク、ビデオ、カメラ、スキャナ等があり、出力装置には、プリンター、モニター、スピーカー、プロジェクター等、入出力装置には、HDD、CD、DVD、USB や LAN や無線 LAN などがあります。質問、LAN とは何ですか？ LAN とは、ローカル、エリア、ネットワーク、つまり、校内のネットワークです。起動と終了を説明します。Windows 7のパソコンで説明します。Mac や Linux の方は、インターネットで解説を探してください。電源を入れます。パソコンが起動します。開始するには、コントロール、オルト、デリートを入れてください、と言われます。パスワードを入れます。エンタキーで、確定すると、Windows が起動します。ところで、パスワードって何ですか？パソコンのパスワードとは？はい、ここでは、ウイルスからの防御のための、コンピュータの合言葉を意味しております。パソコンを購入し、最初の起動時に設定します。忘れないようにしましょう。後でパスワードを変更する方法、手順です。スタート、コントロールパネル。ユーザーアカウント、変更するユーザーアカウント、以上で設定し直します。起動の実習です。電源を入れると、パソコンが起動し、コントロール、オルト、デリートキーを入れてください、と言われます。左手でコントロールキーと ALT と書かれたオルトキーを押し、右手でデリートキーを押します。パスワードを入れよ、と言われます。パスワードを入れ、エンターキーで確定します。すると、Windows が立ち上がります。終了は、Windows キーを押し、右矢印キーでシャットダウンに行き、エンターキーで終了します。フォルダ作成を実習です。まず、データ保存のためフォルダを作成します。方法です。Windows キーを押しながら D キーを押します。デスクトップ画面になります。コントロールキーとシフトキーを押しながら、N キーを押します。マウスの場合、デスクトップを右クリックします。新規作成を選び、フォルダをクリックします。
そのまま名前を入れます。例えば、HTML 作成法と入れてみましょう。最初に、アルファベットを入れると便利です。では試してください。